自分は他の星から来たのだろうかと考えたことはありますか？子供の頃に宇宙人に誘拐されたのではないかと思っている人もいるかもしれません。それともキャベツ畑や玄関先で発見されたと親に言われたのでしょうか？では自分がプレアデス星から来たかどうかどうやって判断するのでしょうか？私は彼らと定期的に接触しており、その存在を確認することができます。彼らは存在するだけでなく、私たちが五次元の存在に進化するのを助けるためにここにいるのです。彼らは私たちにこの進化を助けるための多くの手がかりを残してくれました。プレアデス人は彼らのエネルギーと周波数に共鳴する人たちとつながることを熱望しています。彼らはプレアデスと七つの主要な星として知られている星団から来ています。この星団には実際にはもっと多くの星があるという情報もありますが、地球から見える主なものはこれだけです。プレアデス人は人型で、手足の指の数が人間と同じなど、人間に似た多くの特徴を持っています。そして彼らは800年まで生きることができます。人間と同じ大きさのものもいれば、人間よりはるかに背の高いものもおり、平均身長は 6.5 から7フィートです。このほか、プレアデス人は青い目、白い肌、金髪だけでなく、人間と同じように肌の色、目の色、髪の色が異なります。中でも音や音楽で癒す存在であり、肉ではなく生物や植物を栄養として食べることを好みます。プレアデスの人々は非常に肯定的な存在であり、常に人生を前向き、ポジティブに捉えていると言われています。彼らは全てをコントロールしている、より高く崇高な力がそこにあると信じており、カルマも信じています。また、プレアディアンたちは非常にスピリチュアルな存在で、互いにコミュニケーションをとる手段として、時折テレパシーを使います。彼らの技術には、ヒーリングレーザー、タイムトラベル、テレポーテーションデバイスなどがある。プレアデスの種族は、現在、地球上の人間に比べて、非常に進歩していると言われています。シェルドン・ナイドル博士とバーバラ・マルシニアック博士は、どちらもプレアディアンと他の地球外生命体について広範囲に書いていますが、現在、地球上には400万人以上のプレアディアンがいます。彼らは肉体的な形で、私たちの中にいて、私たちの間を歩き、私たちの隣に住んでいるので、今、彼らも、この記事を読んでいるかもしれません。もしかしたらあなたは、私たちの進化を助けるプレアディアンかもしれません。地球、自然、動物、樹木と、強い精神的なつながりを感じ、自然の中にいる方が落ち着く。他者への奉仕を望む。大人数や公共の場が苦手で、一人もしくは少人数で過ごすことを好む。考えることが好きで知識欲が尽きない。この地球には自分の居場所がなく、周りの人との違いを感じる。昔から宇宙や遠くの惑星に興味がある。空を飛んだり、宇宙を旅する夢を鮮明に見る。非常に繊細であり、エンパスである可能性がある。大きな騒音や明るい光、人混み、混沌とした状況に敏感な人は、それらに圧倒され、不安になり、気分が悪くなることがあります。海に惹かれ、アトランティスについて知っている感覚を持っている。ヒーリングモダリティや代替的な癒しの方法に興味がある。
人を教えたり、助けたり、癒したりすることに使命感を感じている。アセンション、次元上昇、より高い意識への上昇という概念に惹かれる。パソコンや携帯電話などの電磁波に敏感。耳が少し突き出ている。片方だけ出ている。デジャブをよく経験する。または何かが起こる前にそれがどのように起こるかを知っている。直感的であればサイキックギフトを持っているかもしれません。ET や UFO に遭遇したことがある。新世紀科学、数秘術、古代文明、象徴主義に興味がある。シリウスやアンドロメダなど、他の遠く離れた太陽系や銀河に住んでいたという記憶があれば、それらは地球上のあなたの現在の生活よりも現実的に見えるでしょう。これらはプレアディアンであることを示すものです。もしあなたがプレアデス人であっても、これらの特徴に当てはまらない場合、必ずしもプレアデス人でないという意味ではありません。多くの人々は人間であるだけでなく、地球外 DNA も持っています。これらのいくつかがあなたに当てはまるなら、あなたはプレアデス人である可能性があります。私たちはあなたを心から愛しています。私たちはあなたと一緒にここにいます。私たちはあなたの光の家族です。銀河連邦大使、オーロラ、レイ。